どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ランクがマックス50まで上がりました。コメントでも来るけども、早すぎると。どうしたんだという話が来るんだけども、確かに、かなり早いスピードで、ランク50まで行ったと思います。これね、普通にプレイしてると、7、80時間は軽くかかると思う。ランクマックスにするのに。で、俺は、ランクマックスするのに、35時間ぐらいで、なることができました。うん。このね、レベル上げ場所っていうのを、分かってれば、多分ね、25時間とか、20時間ちょっとで、いけると思います。はい。ということで、ランク上げの場所、今日は、やりたいと思います。最速でね、ランク50にする方法ですね。まず、全クリしてください。まずは全クリ。全クリをすると、おそらく、その頃がね、ランク30前後だと思うのよ。全クリした頃が。30前後で、そして、メガトン級っていう難易度が選べるようになります。全クリするまでは、エキスパートまでだったと思うんだよな。うん。確かね、全クリするとメガトン級が出ると思います。メガトン級をクリアしていきましょう。行く場所なんですけども、リプレイミッション。リプレイミッションの反逆の意思です。ノーマルランクが推奨22なんだけども、メガトン級は推奨44となってます。クリアしたての30前後で、ここクリアできるのかって。できるんですよ。なぜかって、ここは敵が1体しか出てこないし、半分減らせばクリアなんだよね。なので、どのクエストよりも行きやすいと思います。しかも経験値が美味しい。だよね。ダークナイトだったかな？ダークナイトを倒すんだけども、まあちょっと難しいなっていう人もいると思う。今日はダークナイトをどういう風に立ち回れば、勝ちやすいかっていうのをやっていきます。ただ、この反逆の意思は、動画撮っちゃダメなのよ、ここ。ここはね、撮影禁止区域になってるので、フリーミッションで行きましょう。感情の決戦。ここは、同じくダークナイトを1対1、いや違う、1対3で戦うんだ。仲間を連れて戦うんだけども、ここで立ち回りを説明していきます。では、行きましょう。それでは、こいつが敵だね。まあ、見たことあると思うけども、ダークナイト、メガトン級に来てまーす。行くぞ。まあ、基本的に、戦い方としては、ガードブレイク。じゃあ、こいつ、弱いです。とにかくガードブレイクで攻撃してください。で、この、3回遠距離系を打つんだけども、その途中でガードブレイク当てると上に打ち上げることができるので、ここがね弱点です。で、空中コンボをしっかり決めていく。おすすめは、空中でラッシュを1回当てた後にダッシュ攻撃をして、もう一度追撃でダッシュ攻撃、それでねだいぶ削れると思います。最初のうちはちょっとね、敵の動きが分かりにくいと思うんだけども、何回も戦っていくうちに分かってくると思います。本当基本的に、このガードブレイク、打ち上げだね。これに本当こいつ弱いので、これで攻撃していきましょう。で、この銃を撃ってる時っていうのが弱いので、そこでしっかりと上に打ち上げていきましょう。打ち上げたら、コンボを決める。じゃあ、まあ、今回は、ちょっと、仲間がいて、やりにくいんだけど、逆にやりにくいよね、なんか。僕の手とか、そういうのね。反逆の位置の時は、1対1で戦うので、邪魔をされることもないと思うんで。はい。まあまあ、しっかりとここがね、近接での戦いの練習になると思って、本当ここはね、勉強になる。はい、おしまい。ちょっと俺の攻撃力が結構高めのやつを装備してるので、早く倒せたんだけども、まあそこそこの装備をつけたとしても
結構早めに、うん、倒せる。まあ HP 半分だからね、半分なんで全然早くいけますので、はい、やってみてください。まあとにかくガードブレイク、あの打ち上げるやつね、あれが本当におすすめなんでやってみてください。はい、最高記録出たな。反逆の意思、まあ、クリアしますと、途中で会話とかが入るのよ。なので若干時間かかるんだけども、慣れてくると1分半以内。うん。まあ、今回ちょっとめちゃくちゃ早くて1分17秒だったんだけども、まあ、1分30秒ぐらいで、クリアできてきます。で、獲得経験値は13,430。美味しいよ。めちゃくちゃ美味しい。なので、ここがおすすめです。多分、ここが最速じゃないっすかね。ランクのね、40ちょっとからが若干上がりにくくなる。うん。最後の48、49とかになると、ここをね、12、3周しないと、ランクが上がらない感じになります。でも、まあ、一周、ローディングとかを入れたとしても、3分ぐらいでいけるんで、まあ、1時間で2は上げることができますよね。うん。ここが早いので、やってみてください。そして、もう一つ補足です。あいつをね、ずっと倒してると、装備品がそれなりに、いや、それなりじゃないや。結構溜まるのよ。めちゃくちゃ溜まります。で、それはもちろん分解して、まあ、こういうやつね。武器か。武器の、44ぐらいのやつ。これがね、ほんとものすげえ溜まるのよ。ものすげえ溜まるんで、これは分解してください。分解。で、分解して、すぐにね、リサイクル使うんじゃなくって、レベルをね、ランクを50まで上げてから、リサイクルした方がいいです。やっぱり50にして、50のレジェンダリーとかを入手していった方がお得です。アップグレードしようとすると、めちゃくちゃお金かかるんで、なので、レベル50にしてから、リサイクルに入れていきましょう。まあ、分解はね、その都度やっていってもいいんだけども、リサイクルは後でやりましょう。強い武器が欲しいならば、もう開発で自分のランクに合ったやつを作ればいいんで。とにかく、出た武器、防具なんかは分解してもいいけども、リサイクルするのはランクが50になってからです。ということで、今日はレベル上げの方法をやってみました。まずは全クリをしまして、メガトン級の難易度を出すようにしてください。で、メガトン級が出ましたら、これ。反逆の意思だね。これ、レベル44だけども、HP を半分まで減らせば、勝利になるので、全然30前後でもいけると思います。ここをね、クリアしていってください。まあ、戦い方はね、若干難しいんだけども、基本的に、ガードブレイク。あれのみで、立ち回っていって大丈夫です。いや、むしろあれで立ち回っていかないと結構厳しいんで、はい。やってみてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。